カウテレビがお届けします社長室101。今回は福岡市中央区天神のある会社に来ています。今日お尋ねする会社は皆さん聞かれたことあると思いますが、タマホーム株式会社の、玉木、康弘社長に、今日はお話を伺います。タマホームさんといいますと、数値的な情報をご紹介するとですね、社員数が3000名、年商1500億、その会社の、創業から今日まで、18年間の歩みと、その強さの秘密、売買成長の理由などについてですね、今日は玉木康弘社長に詳しくお伺いしていきたいと思います。ご紹介します。玉木社長です。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。タマホームさんというともう全国的にも知られた非常に安価な住宅を全国に提供されている会社として知られるわけですけど、今現在の会社の規模とか内容について少し概要を教えていただけますでしょうか。大体社員は約3000名ですね。それと売上が1500億前後ということで、これはもう住宅産業、住宅事業だけでこれだけの規模。そうです。もうほとんどそうですね。その1500億円の会社をわずか18年でここまで持ってきてらっしゃるということなんですが、一番最初のですねスタートの時を少し振り返らせていただきたいんですが、なぜこのローコスト住宅というところに行こうとされたのか、どのようにしてこの会社を大きくしてこられたのか。私が20代の後半にアメリカにちょっと調校生でカリフォルニアに行きまして、カリフォルニア州立大学というところにですね、ちょっと聴講生で行きまして、有名な先生いらっしゃいましたから、それで現場をずっと見て回って、そしたらまあ規模の大きさですね、規模がめっちゃでかいんですね。中央区ぐらい開発してるわけですね。福岡で言えば福岡市中央区ぐらい。当時、日本が土地と家で平均まあ4000万とかね、3000万ぐらいしてた時に、400坪の土地に200平米ですね、200平方メートルの60坪の家が建って2000万とかで売ってるわけですね。だから、日本の家は高いなと。なぜ400坪を、まあ、久留米市で買っても6000万ぐらいするでしょ、最低。そうですね、そうですね。日本ではその400坪の土地も買えないでしょ。買えない、なんか建てないです。なるほど。日本じゃ建てられない。建てない。日本は世界に戦後、戦争に負けて、トランジスタラジオにコンピューターに自動車産業に全て世界一安くていいものを提供した国ですよね。それでまあ成功したというか、そういうテクノロジーとね、値段を安くするという技術を持ってるのに、それの集大成である、それを収納する大口が世界一高いわけですね。なるほど。そこで安い家を提供しようと。安い家じゃなくてアメリカ並みの家を。アメリカ並みの家を、それグローバルスタンダード。グローバルスタンダードの家を日本で提供しようと。だから今でも安いとは思ってません。持っていない。グローバルスタンダード。なるほど。アメリカ人と同じ生活を日本人にさせたいと、日本人の所得からすれば、家が1000万から2000万の間で買えると、それを提供したかった。なるほど。だいたい1000万の家だったら30年ローンで3万いくらですからね、月々3、ボーナスゼロと。2000万でも6万円ぐらい。だからアパートに住むより安いんですよ。そうですね。いや、上物だけで1000万円から2000万円ぐらいの住宅を提供しようと。それをどういうふうに実現していこうとされたんですか。平成3年にバブル崩壊しましたので、その時にもう今後は高いものは売れなくなると。隣の山口の柳井さんがね、ファーストリテイリングという会社作られて、広島証券取引所にちょうど上場されたぐらいですかね、にバブルが、崩壊しましたので、今度はもうユニクロさんみたいに安くていいものを出さなきゃダメだということで、価格破壊というのは、まあ、社長もご存知でしょうけど、半分、値段を半分にすることを価格破壊と言いましてね、1割引き2割引きは価格は破壊しかないんです。なるほど。さあ値引きって。だからじゃあ半分にしようと、まずは。あと当時坪60万ぐらいでしたから、30万を切った家をね作ろうということで、坪24万8000円という家を売り出したわけです。なるほど、60万が24万8000円。そう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 。坪単価。そうそうそう。それ社内から反発はあったんでしょうか。どうなんでしょうか。反発も何も誰も信じませんでした。信じない。もう専務絶対できませんと。そういうことは、
はい、専務できませんよ。当時は専務、前の会社の兄が社長で私が専務の会社の時にそれをやり始めてましたからずっと、はい、だからもう二十何年前です。なるほど、はい、タマホームさん創業される前ですね、はい、そうそうそう、それで、まあ、どうにかペイするというか、採算が合うようになったから独立して会社作ったわけですね、はい、なるほど、はい、しかしその世の中が平均でその60万ぐらいの坪単価のものに対してどのようにその24万8000で利益まで出すんでしょうか、はい、うん、ですからその悪いものを使われませんからね、はい、悪いのを使ったら当たり前ですからですね、だからまあいいものを使わなくなりませんので、材料代はもう大量仕入れしかないわけですね。大量仕入れ、はい、ですからもう大阪あたりにその建材メーカーさんというのは工場とか本社ございますので、はい、3年も5年も頭下げに行って、うん、安く入れてくれと、まず将来性を見てくれということが第一と、はい、それと第二はやっぱり人件費ですね、はい、だいたい4ヶ月から6ヶ月かかってたんで、当時木造住宅は家を建てるのに、家建てるのに、で 今だいたいうちは60日でできるわけですね。2ヶ月そうすると2分の1から3分の1で費用が収まるわけですね、期間が、あの人件費がね、はい、人件費がそういうふうに、まあ、簡単にはそうですけど、はい、それをやるというのが難しいんですね。そうですね、だからそういういろいろな、はい、まあ省力化というか無駄を省くというかですね、それをやってそういうのを実現したということで、はい、そのためには1億円ぐらい損しました。どういう部分でですか？その頭の中でやろうと思っても実際トントンカチカチやるわけですから、はい、ね、机上の空論になるわけですね。だから何回言っても失敗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 するわけですね、はいはいはい、ならないというか。なるほど、はい、よくぞ持ちこたえられましたですね。そうですね、何年ぐらいかかったんですか、それは実現する、4、5年かかったと思います。4、5年、はい、それはじゃあ前の会社時代ってことですね。そうですそうです。なるほど、はい、じゃあ前の会社のお兄さんが社長で、はい、社長が専務されてた時に、はい、そのスキーム仕組みを作り上げて、そして今の実して98年ですか、はい、98年、独立してタマホームという株式会社を作られたと。そうですそうです、はい。